かなりバリエーション豊かなんですが、実際はどのバイクがこの九十九里浜最速のバイクになるのかというのもね、非常に注目の集まるところではありますが、結構どうでしょう、マウンテンバイクの方多いのかなというね、このマスターズのこの40のカテゴリーのスタートラインということになっています。ただ私先ほど一周走ってきた感覚ですと、やっぱタイヤは太いが正義かなと思います。どんな展開になるのかなという感じですが、なんといってもね、結構まだ風が強く、初めてのビチクロスが始まります。ありがとうございます、はい、最高ですよ。最高、この景色と、この景色、はいはい、もう試走したら、はい、やっぱやってよかったなっていうぐらい。さあ、スタートまでは15分となりました、はい、あと15分で本日のファーストレース、はい、マスターズ男子40、50、60、マスター女子、ユース男女がスタートしていきます。初めてのビジネスということで、ビジネスなかなか馴染みの少ないビジネスという名前なんですが、こちらですね、シクロクロスの本場としても知られますオランダ、ベルギー、そしてフランス北部なんかでは非常にポピュラーな冬のスポーツという形になっています。まあ、皆さんご存知のロード選手なんかもね、冬のオフトレーニングにマウンテンバイクを持ち出してというような、そんな競技になっていますが、一言で言えばパワー競技という、テクニックもパワーというそんなレースになっているようなんですが、さあ日本で初めてのこの道レースはどんなコース、どんな展開、どんな選手が勝つんでしょうか。まもなくスタート、9分前となっていきます。おはようございます。この僕の企てに来てくれありがとうございますはっきり言ってね、きついです。皆さん思想してよかったと思いますけど、きつさを上回る気持ちよさ、これ最高だと思います。このイベント、私の思いつきですけど、日本で初めてです。さらには第一レースなんで、皆さんが日本で初めての操作になります。記念すべき第一走ということで、皆さん頑張ってください。あと注意やられましたけど、安全にだけは気をつけてください。1回目なんでいろいろ問題あると思いますが、そこは多めに見ていただけると助かります。安全に最後まで走り抜いてください。時間来たらピシッと切るんで、そこは申し訳ありません。コーナーまでがどうなるのかなという感じですか。やばい、さあどうなる、 4.5 周回です。皆さん行ってらっしゃい。40、依然として3名の争いとなって最終周回、ここはリードするのはゼッケン4番遠藤石雄、その後ろにはゼッケン7番中島義弘という並び。さあ少し距離が空いてゼッケン9番石井信明、ここは食らいついていかないといけません。さあ先頭3名のまま最終周回へと入りました。ゼッケン4番遠藤石雄 NB 会館立てをしっかりと上げて、力強いガッツポーズでフィニッシュへと入ります。この九十九里浜の、はい、いろんな形で使っていただいてありがとうございます。また日本一の初めての大会ということで、光栄です。今後も引き続きやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、阿部さんどうですか、第1回目第1レースが終わりましたけど。最高ですね、はい、試走した時にも感動しかない、はい、やってよかったなって思いました。はい、これで九十九里町を盛り上げるプランなんで、はい、よろしくお願いいたします。来年もやるって保証してくれてるんで、はい、やりますよ。はい、お願いします。今日はなんかステージでダンスパフォーマンスあったり、はい、ビーチバレーあったりね、いろんなイベントが複合的になんかやられてる、はい、はい、住民の方から、はい、広域の人まで、はい、みんなが楽しめるっていう、はい、イベントなんです、はい。さあ本日のセカンドレースとなるピッチレースがスタートしていきました。
ママのバイク。避難の初中選手じゃないですか。いやー、ついに、なんかここまで、ここまでクロスバイクじゃないですか。今日はタイヤ、冒険履いてきたんで、タイヤは十分なんで、あとは自分次第です。試走した感じ、タイヤはどんな感じでいく感じですか。はい、砂もそこそこ硬いから、これぐらいの太さでいけるかなと思います。はい、シクロクロスで超強い斉藤さんです。今日は自社製品のカデックス、AR タイヤで行ってます。何ミリ？40ミリ。空気圧は？1.35 で。1.35、はい、相変わらず53キロ。はい、めっちゃ。さあ、スタートまで10分となりました。これはマウンテンバイク10分となりました。さあ、本日のラストレースを飾るにふさわしい、ちょっとこのバイクについて教えてもらいましょう。そうですね、母親の、買い物用バイクをチューニングしてきました。ちょっと試走してるとこ見たんですけど、見るからにサイズが合ってない感じがいいなと思ったんですが、さあ、ゼッケン1番の畑中選手のね、走りにもご注目いただければと思いますが、その他ね、シクロクロスという競技があるんですが、ここでの全国ランキングのね、トップクラスを走ってる選手たちも非常に揃っております。ありがとうございます。すいません。行きます。元ビーチバレーボール選手、砂浜といえば、やっぱり飛んだり飛び込むものだろうと思ってましたが、まさか自転車のレーサーの皆さんがこの九十九里の浜を走るところを見れるなんて大変驚いてますし、楽しみにしてます。阿部木さんから聞きましたけども、ビーチレースって国内で日本である意味初めての設定だというふうに伺いました。シクロクロスはね、なんとなくイメージできたんですけれども、今日のレース大変ハードなものになるというふうに思いますので、選手の皆さんぜひ完走を目指して頑張ってください。応援してます。そうですね、日本初です。まあ、1レース目の人いましたけど、皆さんは初体験の初参加初レースなんで、思いっきり楽しんで伝説を作ってください。よろしくお願いします。We'll be right back.
ユーバーの山
あったのか。ここでフィニッシュラインでレースを作った斉藤智弘は2位でのフィニッシュということになりました。おお、これは失礼しました。全然気づかない間に順位が入れ替わっていた。あれあれ、なんとなんとという。足つっちゃった。足つったの最後の周回つらい。1時間18分、長いね。どこでまくられたんですか。あのさんまくるか、ね、筋肉が筋肉で負けました。筋肉ありました。僕大丈夫です。ありがとうございます。筋肉が足りなかった。バイクのサイズやったね。最後どういうことなんですか。もう柔らかすぎちゃって、もういやもうそう、はい、もうタイヤの差です。タイヤの差、タイヤだけ、タイヤだけ、うん、いや最後の後ろで詰めるのがきつかった、はい、最後もう逃げ切れになると思って、うん、決めたくなかった、ね、いやもうずっと追ってました最後。そうすごいわ、見た時にいや行けるわと思ったんだけど、うん、あれらしいので、あれらしいので遅くなりましたが、ありがとうございます。いやいや、ワン、ツー、スリーで、ね、マジできつい。いやー、きつい。あ、でもこれ、はい、1位、1位です。あれ、最後、見ちゃいました。え、すごい。いやもうマジでどこのラインもダメ。多分ラインが優れてないから、こっちに抜こうかと思いました。あそこで多分30秒くらい差あったと思うんですよ。あったあった。結構独走してたから、これはもう斉藤さん決まりだなと思ったら、いやなんか釣りそうだったから、あそこ結構抑えたしてたらもう後ろに来てて、あーすごい。そこで10秒くらいあったの。残り2周でかけようと思って、すごい。ずっと見てました。狙ってた。俺ずっと1周目からいけるって言ってた。ただ予想外に多分ずざったから、ずざなかったら負けた。後半2周でね、ミス1本、足が釣りまくっちゃって、あそことそっちで詰めましたね。へぇ、何ですか、残り2周。いや、そうっすよね。なんか放送で僕ら2人だけここ押してるって聞いて、登れなくなっちゃった。いやいやいや、このタイヤで逃げてんのがいいねよ、まず。なんかもう気温が高くなってきちゃったから、そうそうそう、結構パンパンになってきちゃって、あ、圧が上がるんですよ。あ、なるほど。結構低めにして、多分下がるかなと思ってたんだけど、逆に。いや、それぞれバイクの走りが違うから面白かったですね。いや、そうそう、砂で離れるんですよ。そう、砂で離れてこっちで追いついて、高速ではさすがに重いだろうな。高速で結構離せたから行けたかな。多分 1.3 ぐらい、 1.15 ぐらいにした。あ、確かに上がったし、多分だいぶ朝じゃない、朝、はい、みんな
サドルは2000円で3号出したんですけど、多分リミット超えそうだったんで、ね、4号ぐらいまで上がってますよ。後半本当乗れなくて、きつかった。後半乗れなかったからこいつがいてきただけで、やっぱ機材がすごい今回なかなか面白いレースでしたね。これ午前中だったら違ったと思う。まさかすげえシンクルスピードで、しかも、ね、3ぐらいない2.5 です。はい、よく走ったね。あー最高っす。最高なんだ。はい、いいお返事もらいました。どうしたか。いや、うん、そうですね、この選択は間違いじゃないと信じてたんですけど、はい、これは本当に、はい、あのよく言うセリフじゃなく本当に観客の皆さんのおかげで。あと2周いける。すごい。それではこちら、おめでとうございます。ビーチレースいかがでしたか。いや楽しかったですね。あの機材の、ね、選び方とか、あとは時間によってあの変わるコンディションとか、客室がねそれぞれどこの選手と違って、あのデッドヒートもあったりですし、めちゃくちゃ楽しかったです。あのもう一生走りたくないと思ったんですけど、またどうせねちょっと経つと早く来年あの走りたいなと思うと思うので、またぜひ開催していただきたいと思います。ありがとうございます。はい、トモヒロ松尾優、おめでとうございます。表彰台でお待ちしております。お疲れ様。やば、全てのキルが出る。おーやだ、西本大根表彰台の一角に割り出そうだ。あと50秒、最後の力を振り絞ってフィニッシュ台はもうマジか。女子第3位のフィニッシュはチャンピオンシステムジャパンテストチームの女子。最後の最後のコースは30秒というところで、フィニッシュラインへと飛び込んできました。なんとも雪きなフィニッシュでございました。ナイスカレー、ナイスカレー。ありがとうございます。お疲れ様です。よかったね。二度とやりたくない。二度もいいぞ。よく間に合ったよね。ちょっと主催者、主催者何やってるんだ。女流してた。主催者泣いてるじゃないか。女の子泣かせたじゃないか。こんな2時間半も走らせて感動で泣いてる。感動で。ああ、よかった。でも動画見ると1位より目立ってるよ。ちょっとごまかした。ビジネスへのご参加。